Bitches. ぼちぼち時間だ。ロビンとフランキーは一味のそのすでに仲間たちが、しかしそこダメだ。この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。ゴムゴムジェットピストル。ゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカー。ほんとに頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。なあ、このタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、バスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？生意気な口を聞く。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進む当時の CP9 は、考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。
その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。果てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング。ん？あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのだ、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族、私が相手になろう。跳ね橋は降りねえらしいな。
構近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。カディフラも取り押さえろ。奴を絶対に逃がすんじゃねえ。やった、あれ橋が折れるぞ。来やがった。早いな。正義の門へ向かうぞ。準備しろ。大臣ち、必ずみんなが来てくれる。助けたきゃ、まずは俺に来ていかせ。アトラの行き先は分かってる。今片付いたら俺が先導してやる。戦闘流王義さん、展開断念しろ。私は狙撃キング、いるにはしないぞ。丈夫なのよ、鉄だから。三刀流王子さん、世界で迎え撃つぞ。無駄じゃ。ためらいの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。三刀流王さん、すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が、そうか、わかった、わかったぞ。俺にしかできねえこと。安心しろ、見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。なんなんだよてめえは。あの素中水バカ女への同情か。口に気をつけろ。ヒートアップする口だ。敵の進路を封鎖できねえか試してみる。三刀流ノノノノキャノン、オンドフォア。オオカミの寝床に迷い込むとはバカな子羊どもだ。しっしょぼめ。
インも倒して鍵を奪っちまう。オラが切れてきやがった。俺はちょっくら休日室に行ってくるぜ。丈夫な男じゃ呆れたもんじゃない。鍛えてやんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ、わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって。てめえ自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな、頭が高え。貴様もじゃ。この装置を蹴り壊しゃ通路の扉を閉じられる。そしてやめることなきレンジの試験、観念せい。キリンのパワーをフルに活用した四刀流、もはや貴様に勝ち目などないわい。キリンのパワーも四刀流も何一つ俺に勝てる根拠にはならねえ。九刀流アシュラ。ならば最強の乱脚アマネ立ちでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネ立ち。苦難上等、好む者なり修羅の道。アシュラ一無銀。うわっ。その電電虫、バスターコール用の、なんてバカなことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。あれがためらいの橋か。ここからなら狙い撃てそうだな。おい、扉が閉じちまったじゃねえか。ガッチー、なんとか仕上がれ。了解。Thank you.
長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。よく来た。あ、後のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。どけよ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。大兵、お前らも守りを固めておけ。海賊ども俺に寄せつけるんじゃねえ。ここまでたどり着いたことは思う。だがこの先に行くことはできん。三刀流、バカゴムのキャノン、ボンドフォー。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。ルフィー、お前何やってんだよ。嘘だ。お前この感覚出たのか。ここが地獄じゃあるめし。お前が死にそうな顔すんだよ。やめれ。てるだけで犯罪女。正義の門はもうすぐそこだ。三刀流、バカゴムの行儀は悪いな。あの力はボンドフォー。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送って。世界正義だ。
だね。どうすりゃいいんだ。何か聞こえる。誰だこの声。一体そこまでだ。わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向かえ。目的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。クードバーン。もうダメだ。世界政府のやることかよ。彼、感情もなし。地図から島を消すだけ。それがバスターコー。逃がすくらいならあの女ごと吹き飛ばせ。そう、大将青木寺から言われている。大将青木寺より。しかし狙え。戦艦攻撃開始。逃げつけ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。
メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。ごめんね。え、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。本も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。やるな。